本日はフィルメストの、西井さんに、はい、今日撮影の裏側をいろいろ撮らせてもらうということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はものすごい僕らファンなんで楽しみにできました。ありがとうございます。いいですね。はい、OK です。OK です。はい、ありがとうございます。あー、いいですね。ちょっと待ってね。あ、カッコ5文字でいいですか？これ、もうちょっと…あ、そうですね。で、神さんは…安丸だしで作る至福の一品。こだわって選び抜かれた素材のうまみが私の料理にもっともっと奥深さを与えてくれています。だけじゃない、袋を破ればふりかけとしても味わえるの。ちょっとしたひと手間で絶品卵かけご飯の出来上がり。美味しさの秘密はだしにあり。高橋商店の安丸だし。いや、ほぼ専門の方いらっしゃらないですね。あ、そうなんですね。はい、もう現場の演技指導と、あとはもうその人の持ってるベースのものですね。あ、もう見なくていいです。一人で食べてるっていう、ちょっと表情が今の感じで、できるだけこう自然体でできるようなのが一番いいんで、ちょっと和やかな撮影現場を目指してるっていうのはありますね。ちょっと笑い声が絶えないというか、現場がすごかったです。だいぶ指示雑いんで、ちょっと申し訳ないなっていつも思ってるんですけど。めちゃ声っていうのは、後で入れ込むこと多いですか？はい、後で入れ込むこと多いです。結構その当てれこ感っていうのが、逆に昔っぽくなったりすることもあるので、あえてそうしてる時もあります。本当とか、どこから探してくるんですか？本当は、射食器って言って、はい、昔の字を打てるやつがあるんですよ。本当にもう歴史があって、今使えない字とかもあるんです。でもそれを使うことによって昔っぽくなるので、射食器っていう専門の機械で打ち出して、紙に焼いたものをまたスキャンして取り込んで、手間かかってますね。めっちゃかかってるんですけど、っていうことをしてる時もありますし、ちょっとジェネリックに昔の、フォントを意識して作った今のフォントを、ちょっとにじませたりして、ちょっと昔っぽい感じにしたりっていうことも、一番力入れてると思います。フィルム感とかエレクトとかフリーのものを入れたりとか、プレミアをこう特殊な使い方というか、何回も何回も書き出したりして物理的に画質を汚していったりとか。そんなもあるんですか？っていうこともしてます。 Windows がデスクトップで自宅しか使えないので、あと大阪でちょっと編集しなきゃいけないっていう時は Mac を使ってる。あれ確か本当が互換性がないんで。あ、そうなんですよ。ちょっと面倒くさいから、なんでかなと思ってたんですよ。ちょっと面倒くさいんで、だから Windows でしか使えないものもあります。まあちょっとそこはやむを得ずっていうところはあります。編集も完全に一人です。あと一番こだわりというか、演出の部分に関わってくるので、もう僕がやった方がいいし、あと人に任せられないですね。あまりにも面倒くさすぎて、ちょっと一人はお願いできない。全然24時間やる日もありますし、ドラマなんかは本当に2日ぐらいもうぶっ通しで寝るだけみたいな生活でしたね。好きじゃないとできないですよ。まあそうですね。でも結構やっぱ出会ってると楽しくてのめり込んじゃったりする。そうですね。子供の時から編集、10歳の時からやってるんで。カメラ、1カメ撮影されること多いですか？1カメが多いですね。はい、必要に応じてですね、それに関しては。なんか2台いる必要な時はもうそれだけ台数準備しますし、はい、もっとあとまあ、予算の関係もありますので。はい、YouTube の世界でこういう映像を作っていきたいなと思われたのきっかけとか。コロナの時にテレワークがすごい声高に言われた時があって、テレワークってなんかすごい最新の働き方みたいに言うんですけど、
言葉がなんか古臭いというか、テレワークがちょっと、ね、ちょっと古い感じがしたん でそれでこう昭和風のテレワーク CM みたいなのを作ったのが最初ですね。そしたらすごい思いのほかそれがバズったといいますか、いろんな方に見ていただいて、うん、でそこきっかけに今の物事、出来事を昔風に表現したら面白いんじゃないかなっていうのがきっかけです。編集で画質を落とす研究をずっとやってたんです。たまたまちょうどそこでコロナがやってきてっていう、はいはい、フルベストの代名詞みたいな感じのなんか画質をわざと落とすみたいな、はい、だいぶ前からあったんですよね。そうです、2016年ぐらいから研究を始めて2019年ぐらいにようやく完成した。他の人はやってるような人いなかったんですか、同じように画質を落とす人は。当時はあんまりそう画質を落としてわざとコンテンツ作る人ってそんなにいらっしゃらなかった。そうですね、聞いたことないですね、はい、中にいらっしゃるんですけど、プロの方でもフィルターをかければ昔っぽくなるのはもうすでにあったんですけど、すごいわざと臭くなっちゃうのが、それはちょっとなんか違うなって感じがしたんで、自分で編み出したというか、バズる方法を知ってもらえるんですか。いろいろ思い返せば、やっぱり時事ネタというか、やっぱりその言葉であったり物事が熱い時期っていうのが絶対あると思うので、そこを面白がるっていうのが一番大事なのかなって振り返ってちょっと思いますね。結構そういう意味ではいろんな会社さんとかからお声掛けいただいてて、はいはい、ちょっと実現するか分かんないですけど楽しみにしているのは野球場の選手紹介、はい、YouTube の枠を超えて、はい、いろんなところでこうフィルメストの映像が見られるかもしれないっていうのはちょっとご期待いただけると、プロ野球まだちょっとこれは分からないですけど、いや実現してほしいですね。実現してほしいですね。YouTube で発表だけじゃなくって、はい、あ別の場所に別の場所でとか、はい、まあ、スクリーンなのか、はいはい、テレビなのか分かりませんけど、はい、まあ、そういうところでもこう徐々にお目にかけられるようになればいいなというふうに思います、ね。今回シンセサイザーを買いまして、はい、昔の89年のシンセサイザーなんですけど、はい、それでちょっとドラマの BGM を作ったりとか、だからそれをちょっとある意味新しい趣味かもしれないですね。あ、そうです。YouTube とは、そうですね、やっぱり自分が作ったものを通して、いろいろ面白がってほしいなっていうふうに思ってるんですよ。だからコミュニケーションのツールになるような、ものになってほしいなというふうに思ってますね。一番いいのは僕らの映像が本当に一人歩きしていって、はい、あれ見た？みたいなふうになるっていうのがいいなと思ってるので、だからそういう YouTube の使い方ができればいいなというふうに思っています、はい、絶対伝わってると思います。大丈夫ですか？インドから遠いたんですけど、だいぶ一人歩きしてます。そう、だいぶあそこだけ切り抜かれて、インドで今大変なことどうなってるんですか？1980年代に日本にスマホがあったんじゃないかみたいな感じで、はい、陰謀論みたいになってで、インドの新聞社からファクトチェックで連絡したんですよ、あなたの作った動画で間違いないですよねっていう、あれ売ってるんですか？あれ売ってましたね。あ、売ってたんですか？アマゾンで買いました。はい、ありがとうございます。そして、アントンからも一言お願いします。はい、改めまして今日はご来場いただきましてありがとうございました。こんなに多くの方にお越しいただけるとは思ってませんでした。若い人からお年寄りまで楽しめるようなコンテンツがないかなっていうのはずっと思ってたんで、まあ、ある意味一つ のゴールとしては良かったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この次ですね、また古い画質じゃないコンテンツとかもどんどんやっていきたいなと思うんですけど、西さんの新しい世界をちょっと見てみたいですね。はい、ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。うまみディライス。